アベル・ルイス・オルテガは、スペイン・バレンシア州バレンシア県、アルムサフェス出身のプロサッカー選手、SC ・ブラガに所属している。ポジションは FW。2008年に、バレンシア CF のカンテラに入団。4年間過ごした後、2012年に、FC ・バルセロナの育成組織ラ・マシアに入所。2016年11月に、プロ契約を結び、B チームに登録された。 2017年4月9日の CF バダロナ戦でプロデビュー。その後、ユース世代のスペイン代表で高い評価を受けていたルイスに、マンチェスターシティ FC、チェルシー FC、アーセナル FC、ユベントス FC などが、ルイスの獲得に興味を示すも、ルイスはあくまでトップチーム昇格を目指す意向を目指す示した。以降 B チームの中心選手として活躍し、 2018から19シーズンのホームゲーム最終戦となった2019年5月12日のヘタフェ CF 戦のベンチ入りメンバーに初登録同試合の後半20分に負傷したフィリペコーチーニョとの交代でバルサデビューを果たした2020年1月31日 SC ブラガエ6月30日までレンタル移籍し SC ブラガがレンタルが終了次第800万ユーロで買い取り務ムオプションを行使する。また FC バルセロナは買い戻しオプションを保有する。2015年から核ユース世代のスペイン代表に招集されゴールを量産。2017年にはインドです開催された 2017FIFAU-17 ワールドカップに U-17 代表として出場。 エースとのして活躍し、決勝に進出したものの、イングランドに2度子で敗れた。ありがとうございます。